ここで分かることは、サイン1側、サイン2側は、N の 1N の2が分かります。ここで分かること。ここは θ2 ですから、サイン2側、サイン3側が N の 2N の3。ね、合わせたわけね。ここから1番から分かるのは、N1 サイン θ1 イコール N2 サイン θ2 です。ここは N2 サイン θ2 イコール N3 サイン θ3 です。よく合わせると N1 サイン θ1 イコール N2 イコールね、きれいな。